おはようございます。1月20日火曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。連休中は天気が良く、昨日は35度を超える猛暑日になったところもありました。海やプールなど早速夏本番を満喫できたのではないでしょうか。今日も真夏の暑さが続くのか、早速詳しい天気を見ていきます。各地とも夏空が広がり、太陽がさんさんと降り注ぎます。気温もぐんぐん上がり、今日は東京でも35度を超える猛暑日となります。また気温が上がる分、市街地でも夕立の可能性があります。もくもくした入道雲が近づいてきたり、頭上の空が暗くなったら天気の急変にご注意ください。連休明けの体にはちょっと応える暑さとなりそうです。外で長時間過ごすなら水分をこまめにとるなど、熱中症対策をしっかり行ってください。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。